はい、紹介させていただきたいと思います。勘太郎さんという方からですね、コメントをいただきまして、ですね、いつも楽しく、順番に動画を拝見させていただいておりますと、もうありがたいことですね。私も手が届かなかったアクセスに少し目覚めまして、今まで Excel で、管理していた社員データをアクセスで取りやすくないかと、見よう見まねでデータを移行してみました。はい、素晴らしいですね、この好奇心。ね、クライ届け15の好奇心だけ。はい、で、学歴とか、住所の入ったテーブル、生年月日、入社日、役職定年日、色の、配置年月日など、日付関連のテーブル部署、配置の入ったテーブルと3つに分けてみましたと。で、一応データは一応、データは一応完成したのですが、全くの技量不足でいろんな条件の並び替えとかが行き詰まってしまってましたが、試行錯誤してクリアしていきたいと思ってます。はい、みんな悩んで大きくなるんですね。ソクラテスかプラトンかと、若い方誰も知らないでしょうけど、はい、で例えば、上司から役職、年月日順、入社日順、生年月日順などの並び替えをして、さらにそれぞれ、何月付で、それぞれは 何月になるのか、またそれらの一覧が欲しいと聞かれた時の処理を考えていますということですね。はい、でちょっと私サンプルファイルを作ってみました。これ後ほど、また私がアップしておきますので、よろしければ持って行ってください。いつものところにあります。でこれ MT 住所力、勘太郎さんが見ていただければ一番いいんですが、こんな感じですかね。社員 ID、学歴、住所、名前、ちなみにこの東京都新宿区中野区練馬区っていうのはもうだいぶ昔に私が東京に住んだ時の住所になってます。全く関係ないですけど、はい。で、次が、社員入社日、はい、これ、何番に対して生年月日と入社日が入っているという、こんな感じでいいですかね。ちょっと役職定年日とかこれ入れてないです。それからこの、配置年月日、これもちょっとわからなかったので空欄にしております。で、社員配属っていうのが、例えば A1 番の東京第一営業部の営業とか販売とか総務とかで、こんな感じにしたんでしょうか。で、私が作ったのはこんな感じになっております。社員 ID、ちょっと相当した方がいいですかね。あ、すいません、これね、生年月日で確か相当かけているはずなので、で、生年月日、入社日、配属所属、年齢80っていうのもちょっとすごいですね。この人太平洋戦争前の方ですからね。勤続年数51年、定年が、2017年で、定年が、もうマイナス1になって、もうこの人は辞めてるっていうことになりますね、っていうふうに使いました。はい。で、ですね、私の、考え方で言いますと、この書務関連というか総務関連、特に社員の、入社日とか、こういうのを管理する場合には、どうしたらいいかっていうと、1対1のリレーションを作る方がいいのではないかなっていうふうに思います。これがリレーションで組んでます。で、僕はですね、全部のテーブルをこうなあなあにするわけではなくて、この社員住所力っていうのが、一番これが緊急事態が起こった時に必要かと思いますので、この社員 ID からここで1対1のリレーション、この社員 ID から1対1のリレーションっていうふうにしてます。で、何がいいかっていうと、私それほど偉くないので、まだこういうものを作る段階にはいないんですけれども、レコードの、連鎖削除っていうのがありまして、例えば、さっきの、ビレでしたっけ、この人もう定年なんですよね。定年なんですよ。でこれ持っててもしょうがないからっていうことで、ここでレコードを削除すると、このリレーションシップの参照整合性の、連鎖削除が設定されているため、このテーブルおよびリレーションシップの関連レコードから1件のレコードが削除されますって入ってすると、ここから、社員 ID の6番が全部削除になるということになります。辞めた社員を削除していいかどうかっていう問題はあると思うんですけど、で、ね、このように、年齢60歳、76歳のバッファが定年まであと4年とかっていう風になっ
します。はい。で、例えばこれはですねクエリなんですけど、今回はこのクエリを使ってます。で、ここに出てくる関数なんですけど、ほとんど、僕読み方これわからないんですけど、 DateDiff っていうんですかね、この、DateDiff というのは期間を算出する関数クエリになってます。そうですよね、年齢っていうのは生まれてから今日までの生きた年月が年齢なんで、これは期間でですよね。で、勤続年数っていうのは入社した日から、今日までの、期間でですよね。で、ちょっとこれ定年だけが違うんですけど、定年の時はデートアドっていうんでしょうかね、デートアドっていうのを使うんですけど、デートアドっていうのは何かっていうと期間を足すんですよ。はい。まあ、下の定年までの点数もこれはまあデート DIFF でいけると思います。これも期間なので、で期間を足すのに皆さん素朴な疑問で、1日の次って言ったら、まあ、2日なんでしょうけど、そこにまあ Excel もアクセスもですねプラス1というふうにすれば、今日は11月の、8日ですか、なのでそこに1をプラスしますと、11月2日というふうになるんですけど、これが、まあ、10日ぐらいだったらいいんですけど、例えば今から1ヶ月後とかっていうふうに言いますと、11月は30日までですけど、12月っていうのは31日までとかっていうふうにして、うまく期間が足せないんですね。でこの時にはデートアドを使った方が便利です。で、生年月日の方は前回の動画で紹介させていただいておりますので、はい、ちょっとこの、勤続年数は僕どうやって考えたかっていうと、入社日、これが入社日です。入社日、この日から、この日から今日までを YYY、で、示してねっていうふうにやっただけです。で定年っていうのはどういうことかっていうと、まあ、この80っていうのがね、どうなのかっていうものはあるかと思いますけども、ね、団塊の世代の方がもう一生懸命働かないとですね、もう日本も生産性が追いつかないと思いますので、ちょっと80歳ぐらいにしてみました。ちょっとさすがにやりすぎかなというふうに思ったんですけど、はい、デートアド、で、これ D っていうのは、日を表します。そこから1日引いた日。で、デートアド、さらに YYY で、やって80歳で誕生日からっていうふうにしました。つまりどういうことかっていうと、生年月日から今日まで、生年月日今日まで、そして生年月日から80歳になるための期間を足しなさいと。で、普通誕生日までっていうのは、バッファは1942年の1月の、28日生まれですので、この28から1日引いた日なので、ここ書式を変更してるんですけど、27日までということになるので、ここで1を引いておりますっていうような感じで作りましたね。いかがでしたでしょうか。で、入社、生年月日で、相当かけているので、ここを、照準というふうにしております。役立ちましたでしょうかね、勘太郎さん。で、あとなんかもう一個ちょっと質問をいただいてたのですが、もうちょっと、詳しく、
記載していただければ、お力になれるかもしれませんので、私でよろしければ、また、コメントとか、書き加えていただければというふうに思います。本当はね、昨日ね、あげようと思ったんですけど、昨日ちょっとお酒を飲みに行ってしまいまして、はい、串揚げを食べたんですけど、結構いい感じしましたね。はい、びっくりしました。ただ、私のような、こんな井川直弼っていうようなね、こういう弱小チャンネルに関しましてはですね、本当にご視聴者様の、ご希望をなるべく叶えていきたいということで頑張っていきたいと思います。ある程度、まあ、我を通すところもあるかとは思うんですけれどもね、もう、いい、すっかりおじいちゃんになってしまいましたけど、ビートたけしさんいるじゃないですか。ね、私、今、年齢47なんですけど、47の方だったら、必ず、ビートたけしの「オールナイトニッポン」っていうのは聞いたことがあるはずなんですね。絶対にあるはずです。で、一番長くやったのが笑福亭鶴光で、その次か次々ぐらいに、たけしの「オールナイトニッポン」っていうのは、長寿の記録を持ってるんですけど、裏話を聞きましたところ、なんとビートたけしの「オールナイトニッポン」っていうのは、半年で切られる予定だったらしいです。ところがやっぱり天性のものを持ってるんでしょうね。恋の盆地シート盗作事件っていうのがありまして、そのラジオでたけしの「オールナイトニッポン」面白いっていうのと、それから村田英雄の話題、村田英雄の家ではですね、村田っていう雀塔がパイが2つあって、村田っていうのを、2つ揃えて頭にして上がると無条件で100万というような話がありまして、それが面白くて十何年も続いたっていうふうに、なったそうです。私もね、十何年、できるかどうかは分からないですけれども、なるべく長寿に細々と頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ご興味のある方、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。ではまた近いうちに動画を上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。失礼いたします。